これあれやろ、沢山さんのテーマソングやろ、これにしよう、岡林の応援歌。超えるよね、よし、これ岡林さよならスリーランス、さよならツーランス、これガチでさよならツーランス、ガチ狙うわもう俺の視聴者やんこれ絶対。邪険して、邪険してくれここありがとう忖度いけ岡林。岡林使おう俺一番岡林。ねえ岡林の応援歌さ、てん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 にしていい？あれなんて言うた？プロスピエース応援歌アラン・ウォーカー。これあれやろ、沢山さんのテーマソングやろ、これにしよう、岡林の応援歌。あのなんかさっきちょっとね、一瞬コメント一瞬だけちょっとチラッと見えたんやけど、あの松井和夫クビです。はい、松井和夫でヒットマジで4本ぐらいしか打ってない、50打席ぐらいしか経って、さすがにそれは使われんちゅうことで、あの牧原大成入りました。さすがに松井和夫で打てなさすぎた。まあ松井和夫が弱いとか松井和夫で打てんじゃなくて、俺が松井和夫とシナジーがなかったってだけ。松井和夫悪くない、俺が悪い。やっぱり結果が出る選手ってプレイヤースキルに問わず打つのが本当にいい選手。そう、下手くそでもホームランが打てる、下手くそでもヒットが打てる、それが本当にリアタイで強い選手だと思っていて、はい、松井和夫あのハワイに旅立ちました。はい、八重樫とあの横並びの席でね。応援歌いいじゃんね、ほら。まあまあまあ、初打席はあんなもんばい。うん、初打席はあんなもん。はい、下手くそでもホームランが打てるのがやっぱ本当に強い選手。今日は岡林でヒット100本やな。岡林中断道、中断道は俺任して、マジでプロスピユーザーで一番中断道を使った男と自負しております。岡林ライドラやったらな。あれこれ奪三振じゃなくね？タイペンチか。3時間後ぐらいにはもう勘弁してって言ってぞ。新井さんであの使用感最高と言われた新井で俺苦労したけん。でもね、みんな聞いて、新井にあって岡林に、新井になくて岡林にあるものがあるんよね。左打ちってことなんよ。左打ちってだけで俺打てるんで、これ岡林打てます。あと今日バッティング調子いいかもしれん俺今日いける日や。今日多分調子いいね俺ね線がコールドできたら調子いいよ立浪さんは最多安打争いでも岡林にバントさせるよバントさせるよじゃないんよ、打たせろやん、最多安打かかっとんやったら。バントさせるよじゃないんよ。まあでも個人のタイトルよりチームの勝利ってことなのかも、うーん知れぬ。でも優勝争いとかしないチームはもう好き勝手打たしてくれって思うけどね。
まあそこんとこどうなんですかっちゅう感じですわ。ゲッツー。サードゴロでゲッツーが取れん野球は知らん俺。岡林あれ取ってくれんとうちのチームに来たんやったら。何をしてんだよね。ねえもうファイブアウトぐらいになっとるんやけど俺。まずゲッツーやろ、で岡林のライトフライやろ、で今のショートゴロやろ。シックスアウトぐらい取っとるんやけど俺。何やってんの。ちゃんめ出らず。背番号1なんや林は。いや打てる、左やったらマジ打てる俺。しかも今調子いいし俺。いい当たりでもなんかちょっと兆し見えるやろ。あれいけんじゃねっていう兆しが見えるバッティングやったら今のね。でもな翔平やったら超えるんすよね。ちゃんめ発動してたら超えとったね。あれイチローばい。さすがに、あいさすがにイチロー。センフラでしょ。はい。いや今日バッティングはマジで調子いいよ。なんかさっきのモンキー D 落ち合いが悪い。マジでこれ牧原ヒット打って剛がつないで岡林のサヨナラ満塁ホームランってありえるくない。夢見ていい？俺夢見ていいっすか？ほらある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 。アルジェリア。みんなアルゼンチンって言うかと思ったやろ。それマジ二流やけん。ショートの控えがおらん。じゃあ牧原セカンドで落合でよくね。落合セカンドで、セカンド牧原ショート持っていって、てかコールドすればよくね。考えるのめんどくせえしコールドすればよくね。ここフォアボールやったら神ばい。マジで岡林満塁ホームランばい。さよなら満塁ホームランするべ。あるあるある、ガチである。これあるやつや。超えるよね。よし、岡林さよならスリーランス、さよならツーランス。これガチでさよならツーランス、ガチ狙うわ。ある、あの岡林じゃなかったらさよならです今の。はい、岡林じゃなかったらさよならです今の。普通に芯食っとったし、ボールの下やったし、一番飛ぶツーシームやったし。あれ岡林じゃなかったら、あの宇宙観です。ただ岡林じゃないとやっぱダメなんですよ。夢見すぎ、夢見る少女じゃ俺ん。俺夢見さしてよ。俺だって岡林で夢見たいよ。任せろ、そのうちヒットは打つ。そのうちヒットは出ます。焦るでない。いや福留さんと比べないかんとばい。だって中日の背番号1ってそういうもんやけん。だけん結局巨人の55は松井秀喜と比べられるし、ホークスの背番号3は松中と比べられる。もうそれ宿命ね。しょうがない。だって比べられたくないんやったら背番号1もらっちゃいかん。嫌ですって言わないかん。でも背負う覚悟があるってことは比べられる覚悟があるやつだけなんよ。でそれを超えるっていうこの岡林のその将来を俺は勝った。
っと俺もちょっとあれやけど何によるかがまあ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 いいんすよそんなのもは。いやしょ、俺にカットはダメ。はい、俺にカットはダメ。はい、翔平ならホームラン。翔平ならホームラン。まあ、とりあえず1本打った。あれが岡林の伝説の始まり。おい、岡林でさよなら満塁打っちゃっていいですか。うわ、今のあるなワンチャンな。スプリットやったし。うわ、今のスプリット下くっとったらホームランやったのにな。そこに魅力を俺は感じていて。いいバッティング、よし2本目。今のシンク取ったら入っとったな。なんか少しカーソルずれたけど、ちょいとカーソルずれたけど、翔平がケツ含んで大丈夫です。岡林のケツは翔平が吹き、いや今日マジうまい俺今日マジうまい俺オーケー。やばい、岡林がオーダーに入って、俺なんかめちゃめちゃ強くなったんやけど。俺これが岡林のバフや。今日の俺は止められんど、岡林でしか。なんで外野前進な。岡林内野安打ついとるからセーフティーできないかな。俺の岡林内野安打ついてないよ。見る。はい、こういうバッティングできます岡林。こういう相手がイライラするようなバッティングできます岡林。ここ岡林さよなら行く、これ言うだけただやけん。いつか決めるんで、必ずチャンスは来る。でチャンスは一瞬、なんちゃらはなんちゃらってあるやん。ちょ、俺あんまよう分からんけど。ああ、これ岡林でサヨナラホームランない？ねえ、これはガチである。岡林でサヨナラホームラン、剛が打てば。これはガチよなんかこんな場面ばっかやな。来た、ねえ、これはあるマジで。はい、ないです。すごいね、岡林だけで2アウトになったよ。エッグちょっと早かったか。それぐらい許してくださいよ。これ岡林でさよならはないか。落合さんで終わるな。だって8やろ、9やろ、これ。いや、こことここで終わるな。もう俺の視聴者やんこれ絶対。邪険して、邪険してくれ。ここありがとう忖度いけ岡林。
ここで出た選手を俺は愛します。ありがとう。100% 見よるやつやけんなこれ。